こんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。時は6月上旬です。前回の動画を撮影してから約2週間が経ちました。撮影を行った日の日中の天気は曇り後晴れ、気温は朝方は17度でしたが、昼には21度にまで上がりました。風のとても強い日でした。500ミリと200ミリの望遠レンズをつけたカメラが三脚で固定しているにもかかわらず、風で細かく揺れています。さて、今回は3つのことについてお話ししましょう。1つは、この地域の6月上旬の養蜂業を取り巻く環境についてです。2つ目は、春のスズメバチトラップの結果を総括します。3つ目は、撮影当日の来県の中からいくつかのトピックスを紹介しましょう。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。はい、6月上旬のこの地域で養蜂業を取り巻く環境として真っ先に言わなくてはいけないことは、クローバーが満開の花を咲かせ始めたことです。人間の目には干渉の対象ですが、蜂の目にはご馳走の山のようにも見えるのでしょうか。昨年の6月の動画では、クローバーを放火する蜂の様子を動画で捉えようとして悪戦苦闘していました。そこで今年はやり方を変えて、動画ではなくて静止画の写真でできるだけ美しいものを残したいという心構えで撮影に臨みました。動画と静止画、皆様は一体どちらの方がよりお好きでしょうか？はい。ここからはこの日の内見のトピックスをお伝えしましょう。例年を上回る春の温暖に促されて蜜が順調にたまり、また蜂の数が急速に増えています。そして、巣皮からはみ出たところのそこここには、無駄巣が作られています。そこで、群によっては、巣板を追加してあげます。その際の手順は、まず、2段が紗根になった巣箱のうち、下の段にある、胞子がついた巣板を、1枚だけ選び出して、それを上の段にあげます。叱る後、今度は下の段に空の巣板を追加します。上の段に上げた巣板からは、時とともに続々と成虫が羽化してきますが、成虫が羽化した後に残った巣房は、今度は蜜房として蜜を貯めるために使われるようになります。その一方で、下の段に新たに投入された追加の巣板は、産卵と、そして育児のために、使われるようになります。ところで、この経営では、3日前に、すでに蜜を絞っています。これは、今シーズン最初の採蜜でした。シーズン最初の採蜜は、掃除蜜とも呼ばれ、昨年から溜まっていた古い蜜や、給餌した餌を絞り出すために行われます。また、越冬明けからここまでに溜まった蜜は、吹きのとう、川柳、タンポポなどからの百花蜜なので、そうした蜜と、これから集まるであろうクローバー蜜と、しっかりと区別する意味合いも、この時期の採蜜にはあります。掃除蜜は販売用としては不向きなので、自家消費用、あるいは飼料用として、使われることになります。ところで、今映っている群では、女王蜂をなかなか見つけることができませんでした。女王蜂は赤インキで、しっかりと背中にマーキングしてあります。ですから、通常ならば簡単に見つけることができるはずです。一生懸命に探しているうちに、見つかったのがこれです。背中にマーキングはされていません。どうやら、この群では、知らないうちに、女王蜂の交代が起こったようです。
かなり小柄なので、まもなく交尾飛行に旅立っていくのではないかと思われます。古い女王蜂は春先に羽をハサミで切り落としましたが、新しい女王蜂にはしっかりと羽が揃ってついています。ですから交尾飛行に出かける準備は整っているというわけです。私たちにはどうか無事に戻ってきてくださいとお祈りすることしかできません。次に紹介するのは軍の合同です。ある軍の下の段の巣箱から選び取った、ご覧のように蓋付きの宝珠がびっしりとついたこの巣板を別の軍の巣箱の上の方の段に入れるのです。軍の合同については最近の別の動画の中でもすでに紹介していますから、ご関心のある方はぜひそちらの動画もご覧ください。ただその時と今回とでやり方が少し異なるのは、入れる巣板についている蜂を巣門の前に振り落とす際に、巣門の前に特別な機材は置かないで、ただ単に麻布を敷いているだけだという点です。要するにやり方がより簡単なものになっているわけです。ふるい落とされた内勤蜂たちが続々と受け入れる側の巣箱の中に巣門から歩いて入って行きます。蜜がよく集まっている流蜜期の蜂群の合同は、蜂たちがおおらかな気持ちでいるので、難しい技術を使わなくても別々の群の蜂たちでもいがみ合わず成功する確率が高いようです。以上、6月上旬の撮影の日に行った内見のそのいくつかのトピックスを紹介しました。はい、ここで雰囲気はガラッと変わりますが、これから春のスズメバチトラップの結果を総括したいと思います。しかしその前に、撮影当日にトラップにかかっていたスズメバチの数を紹介しましょう。今から紹介するのは5月25日から6月9日までの15日間の結果です。この間にトラップにかかっていたスズメバチの数は全部でちょうど50頭でした。種別に見ると、上2段の小型スズメバチが36頭、3段目左側のケブカスズメバチこと黄色スズメバチが5頭、3段目右側のモンスズメバチが4頭、一番下の段の左側のオオスズメバチが4頭、そしてその右側の1頭は茶色スズメバチでした。オオスズメバチが今年になって初めて確認されました。それと希少種とされる茶色スズメバチが前回に続いて今回もまた1頭だけですがかかっています。この表は春のスズメバチ採集の結果を総括するために作ったものです。トラップにかかったスズメバチの総数と種別の頭数を時期別に示しています。この結果を夏や秋のデータと比較してみないことには確定的なことは言えませんが、印象としては夏や秋とは養蜂場にやってくるスズメバチの顔ぶれがだいぶ違うような気がします。夏と秋の養蜂場では、何といってもオオスズメバチが我が物が鬼振る舞っていて、それに加えてケブカスズメバチも遠慮しがちにやってくる、そういう印象を持っています。ところが春の養蜂場ではケブカスズメバチは相変わらずやってきますが、オオスズメバチは全くの少数派です。しかもやってくる時期も、先ほど言ったように6月頃になってようやくその存在を確認することができました。ただし5月中旬には種を同定しなかった5頭がいます。こうしたオオスズメバチの少なさが目を引く一方で、夏や秋には養蜂場ではあまりその姿を見かけない小型スズメバチがよく取れました。ただし
小型スズメバチとオオスズメバチとはよく似ているので注意深く調べてみないと、とっさの判断でオオスズメバチだと思ったものの中には実は小型スズメバチが混ざっていたというようなことがもしかしたらあるかもしれません。あと、モンスズメバチも夏と秋の養蜂場ではあまりその姿を見かけないと思うのですが、今回はオオスズメバチよりもトラップに入っています。そして、なんといっても驚いたのは、夏と秋には養蜂場でその姿を見かけることはおそらくはないであろう、茶色スズメバチが少数とはいえ、入っていることです。ともあれ、これからの季節に養蜂場に甚大な被害をもたらす可能性のあるオオスズメバチの女王バチを4頭とはいえ捕獲することができたので、春のスズメバチ対策は一定の成果を上げることができたとしたいと思います。また、今後も今年いっぱいはトラップにかかったスズメバチの種の同定を続けていきたいと思っています。はい、今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。登録、高評価で応援していただけると大変に励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回またお会いする時まで、ごきげんよう、さようなら。